官士見習いの少年リンク。魔族に体を奪われてしまった姫君ゼルダ。そしてその魂は、二人が力を合わせて謎を解く冒険の汽車旅。ゼルダの伝説、大地の汽笛。走る、剣を振る、会話をする、メモを取る、すべてタッチペン一つで操作ができます。冒険を共にするゼルダはリンクの後ろをついてきます。局面に応じてタッチペンで指示を出し、連携して行動することができます。リンクが操縦する汽車が大地を走る。行く手を阻む試練を乗り越え、新たな道を切り開いていきます。冒険に欠かせないアイテムの種類は様々。状況に応じて使い分けていきます。タッチペンの操作に加えて、マイク機能を使った新アイテムが登場。より直感的な操作が楽しめます。力を合わせて謎を解く少年と姫君の冒険の汽車旅。ゼルダの伝説、大地の汽笛。ステージに散らばるフォースを集めて数を競い合う対戦プレイは、ソフト1本で最大4人まで楽しむことができます。